令和の虎、オールオアナッシング。お疲れ様。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日は9月の6日ですね、はい、日曜日ですけれども、ようやくあのオープンになりました、ひなせキッチンカー、ひなせキッチンカーの荒さんのね、オープンに駆けつけました。竹内社長と福田社長とがキッチンカーを提供していただいた金さんです。はい、まあ、とりあえずまずもって、あの荒さん、あの、はい、どうですか今日迎えて。あんまり寝れてないんですけど、頑張ります今日一日。はい、はい、これ何時に来ましたか。今から30分ほど前。遅刻ですね。もう東京から社長来てるわけですから謝ってください。すいませんでした。あっち私じゃないもん、こっち。はい、さあ収録から割とでも早かったですよね。そうですね、はいはい、ここまでこぎつけましたけど、竹内さんどうですか。今日最高の日なせ日和ですね。なるほど、はい、ただやはり、はい、なかなかこううまく連絡が取れずに、はい、ちょっと契約が、はい、昨日終わったところなんですよ。昨日、はい、なんで、はい、まだちょっとお金とかもまだ振り込みとかしてなくて、はい、あら、まあ、ちょっと絵的に面白いかなと思って、はい、現生で持ってきたんで。マジで、はい、俺用意してないですよ。あれ、約束です。あ、取ったの取ったの。しょうがない。これ福ちゃんこればっかりですからね。ということで、じゃ あ正式に改めてここでね、もらってください。はい。じゃあすいません、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。思いを乗せて100万円。ありがとうございます。ちゃんと100万円だからもう。ちゃんと出す。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。いよいよですね、今日これからもう間もなくオープンになりますけれども、ご記念の言葉をどうぞ。かもなく不可もなくって言いましたけど、今日は2020年一番楽しみにしてたんで。ありがとうございます。はい、福田社長どうですか。はい、そうですね、やっぱりこう一人の女性として、人間としてね、今日のこの晴れ渡った空のようにですね、もうこのキッチンカーを飛ばしていってください、宇宙まで、はい、ボーンと、はい、よろしくお願いします。大丈夫。さあ、金さん、ご自身が差し上げたこのキッチンカーがね、あの色は赤いままですけれども、このようにリニューアルされた後はどうですか。頑張ったなっていうのが伝わってきます、うんうん、いい気が出てる。はぁ、よかった。今日どのぐらい売りたいですか。最低でも10万円を目標にしてます。最低でも10万円。これ100単価でいうといくらぐらいになりそうなんですか。1000円までいかない。1000前後ですね、はい、100は売らないといけないね。そうです、はい。何が一番、やっぱりエビ飯が売れそうなんですか。そうですね、エビ飯と、あとまあ唐揚げだったり、はいはい、しますけど、ちょっとこんなに早くから頑張ったのにもかかわらず、チキン南蛮が今日提供できないという対応。なんか問題があるんですか。タルタルソースを持ってくるの想定外機ね。もう絶対何か忘れるって。タルタルソースを持ってくるのを忘れた。竹内社長どうしたらいいんですか。唐揚げがありますから。僕一番食べたいのがチキン南蛮で。返してもらったらいいですか。約束破るとこれ何やってんの。ナッシングになりますよ。とにかく頑張っていきましょう。すいません、はい、じゃあしばらく見守ってますんで、はい、はい、よろしくお願いします。エビ飯と、はい、テリカラを、はい、僕がエビ食べれないんで唐揚げ飯にしてくれるそうです。ホスピタリティ。それではいただきます。出来たてだとやっぱ美味しいですね。岡山に来てよかったです。じゃあいただきます。いただきます。さあ、じゃあ早速食べてみましょう。ステッカーをもらっちゃったよこれ、ね、福ちゃんの車にこれを貼っちゃってね、茨城で宣伝しようかなってね思う。これが噂のエビ飯ね。食べてみましょう。出来たて。収録の時にも食べてたけど、収録の時は冷たかったからね。今、あったかいから。出来たてでした。出来たて。何分ぐらい並ばれたんで
10分15分ぐらいですかね。ほらエビもたくさん入ってますね。美味しいエビ飯をいただきます。いただきます。食べてみます。うんうん、あったかいから美味しいね。なんかこれ後に引く味ですよね。うん、癖になるかも。これいけちゃうんじゃないですか。いけると思う。牛丼以上に売れると思う。牛丼、うん、美味しいよ。でもそんな結構濃そうな色してるけど、うん、そこまで濃くなくて本当に後引く味って感じがする。イカスミパスタみたいなものを想像してたんだけど、うんうんうん、全然違うんですよね。はい、これは美味しいソースの味、うん、懐かしい味がする。そうなのよ。これはね絶対流行ります。美味しい。感無量です。もう嬉しくて嬉しくて、ええ、はしゃいじゃって私。そうですよね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、中江さんですね。あ、そうです。はい、関西支部中江です。はい、よろしくお願いします。はい、日奈関市で何かありました。エビ飯と、エビ飯と、はい、唐揚げです。唐揚げ、エビがプリプリで、はい、大きいエビが入ってましてですね、はい、イカスミみたいなんですけど、はい、これもあっさりして、はい、かなりこれ、あの全部まあ結構あしっこいかなと思うんやけど、あ全然いけますから、あんまり食うたら、うん、これはもう前のあの店に行って食べたんですけど、はい、やっぱ変わらずもううまいですこれは。ああ、そうですか。うまいしか言えないですね。はいはい、はい、はい、こんにちは。食べてね。何？食べてね。ありがとうございます。何何？食べてね。いやー美味しそう。嬉しい。新田さんお仕事しながらで、はい、今ね11時半なんで、はい、まだあのオープンして1時間半ぐらいなんですけど、はい、順調ですよね。ずっとなんか ね、ありがたいことにあの長蛇の列で、はい、はい、だいぶもう目標金額10万ですけど半分ぐらいまでいってるような感じかな。そんな感じですね。ね、はい、はい、今ですね、あの大体市内地の方がこうやってお店のオープンの時には虎の社長たちとか僕とかでまとめてお花を送るのが通常なんですけど、まあ、今日こんな形 の、ね、移動なので補聴覧とか送っても大変だったかなって言って本人から、まあ、ご自体にお申し上げたら、でもなんか、ね、せっかくだからって言ったらステッカーにサインください言われたんですよ。でこれステッカーにサインして多分1枚に買うっていうことだと思うので、はい、あのこれ2種類あるんですけど、ちょっと順番にこのサインをいただきたいと思います。はい、2種類と、はい、はい、さすが元どこでもいいですよ。どこでもいいですよ。みんなあるんだ。私ないですけどいいんですか。はい、じゃあ私これ鶴って書いてある。ふふだって書いてある。鶴ね。あ、なるほど。これだ。はい、私はこんな感じです。はい、はい、金さん、あのメッセージ書いてください。あの新さんにハートマークつけてるよ。今しめですね、今しめ。キッチンカーに貼っといていただきたいと思います。思い出したってか。そしてこのふざけた親父が泣き笑いしてるっていう。私の涙を何だと思ってるんですか。売れそうだし。まだ2時間も経ってないんですけれども、そろそろあの社長たちも東京にお仕事もありますので帰られますので、はい、はい、お花もね、あの期待されたんで入ってきましたよ。はい、はい、あ、ありがとうございます。こっちサインだけなんです。まずどうぞ。はい、すみません、思いを込めたんで、はい、ぜひ受け取ってください。ありがとうございます。なんか一言、はい、思いを込めたんです。あ、思いを込めた。はい、どうぞ。はい、
新田さんがね、はい、やりたかったことを本当にあの被災地とか行ってこの車を使って届けに行く、はいはい、この地産地消のこのね冷やせキッチンいろんなとこ届けてってくださいよ、はい、よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます、はい、じゃあ金さんから、はい、こっちにいろいろメッセージ書いてあります。うわ、遅刻元気、はい、わかりました。泣いてるの。あーもうこのさっきからずっと泣いてるでしょ。よかったね、目標行きそうですね。もう安心して帰れますね、うん、で、あの体が資本なんで、はい、お体ご自愛ください。ありがとうございます。じゃあ今日一旦あの戻りまして、また電話で今日の結果は聞きますので、はいはい、本当にあの体気をつけて頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後あの新田さんから視聴者の方に。今日は初めてあのキッチンカーでちょっとバタバタしていろんなものを忘れたり遅刻したりとかしてなんかグダグダなスタートから始まりましたけど、来週からは絶対に忘れ物ないようにやりますのでよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということであのとりあえずですね、ロケ動画はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。いや大丈夫。今日はもう。あ、はい。ニンニク業前も令和の裏も。おとせたチャンネルへ毎日配信頑張るぞ。